このウェブというブランドのお客様っていうのはそのいろいろなところから持ち込みを OK にしていますので、まあ、ワインの持ち込みであったりとかっていうものが非常に多いんですけれども、そういったもののこう通常であれば起きてしまうシミ抜きみたいなこともお客様が こぼしてしまったベースで拭いていただければ我々のメンテナンスがほぼ不要になるというようなこともありますので、その今までこう我々のやっていたイグサでの対応方法というよりもよりシンプルにあのお客様にもやっていただけるようなあの水はけの良さであったりとかっていうところは強く感じております。この2年間あのほとんど大きなその畳の修繕等もなくてですね、あの綺麗に維持できているのはあのそういったところがあるからかなというふうに思ってます。まあ、畳自体が、まあ、日本の風土に合った、まあ、材料で、まあ、長く、使われてきて、でその、まあ、メンテナンス性であったりとか、まあ、経済性の中で衰退気味なんですけれども、まあ、本来その畳の持ってるこう、マテリアル の魅力っていうのは触り心地であったりとか、まあ、心地よさ、それからこう自然の風合いであったりとか、まあ、香りはあのイグサであったらあるんですけども、和紙畳にしてもあのそういったその魅力っていうのはあのあるものかなと思ってます。なのであのそういったこう、まあ、本来風土に合った材料っていうのが進化する形でいろんな場所で使われていくっていうことはあの、まあ、建築というか、まあホテルに限らずですけれども、住宅では今客間に使われてたりとか、まあ、和室として使われるんですけれども、まあ、ホテルで滞在空間として使ったりだとか、まあ、他の商業施設であったりとか、まあ、いろんな場所で使われる可能性あるのかなと、まあ、先ほどの、まあ、仕事をする場所であったりとかこうリラックスするっていう意味では、まあ、そういったマテリアルの使い方はすごくこれから、まあ、未来があるかなというふうに思ってます。まあ、時代とともに生活様式がすごく変わってきてると思うんですね。まあ、その中で、まあ、住宅は昔は畳があって、まあ、そういった4畳半で、まあ、ご飯を食べたりとか、それから、まあ、そこに布団を敷いて寝たりとかってそういうフレキシブルな使われ方をしていたんですね。まあ、そういった、まあ、住宅の文化みたいなものっていうものがまあ、失われつつあるんですけれども、そういったものを見直すというかですね、そういった良い文化、フレキシブルに畳が使えるだとか、まあ、そこで寝転んだ、まあ、原風景というかですね、まあ、そういったものをまあ、こういった公共施設、まあ、商業施設ですね、まあ、ホテルとかそういう滞在ができる場所に使うことで、まあ、そういったことを体験できてない今の若い世代だったりとか、まあ、そういった人たちにも体験できる場所として、まあ、こういった場所を使ってもらうっていうこともすごく価値があるんじゃないかなっていうふうに考えてます。でそうすることで、まあ、日本の、まあ、古き良き、まあ、暮らしの文化であったりとか、まあ、工夫みたいなものとか、まあ、そういったものが見直されて、まあ、継承されていくような、まあ、そういった役割を果たすっていう意味でも、まあ、畳の、まあ、和紙畳っていうものを、まあ、使うことの意味みたいなものもあるんじゃないかなっていうふうに考えています。